はい、今日は2024年1月2日です。イトーヨーカドーへ行ってトミカの福トミカというものを買いました。箱の中にはこのどれか一つのトミカが入っているんですけど、このですね、金のマグロが入ったトラックが欲しいなと思って3つ選んで買ってきました。で、実際開けてちゃんと狙っていた欲しいやつですね、金のマグロのトミカが入っているかどうか開封してみます。ではまず一番上から開けてみたいと思います。ちゃんとイトーヨーカドーのステッカーも貼ってますね。ちょっと待ってください。これ、で、トミカフィルムを開けて、じゃあちょっとこっちへ来て開けてみてください。ここで、そう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 、ちょっと開けてみてください。何が入ってるかな？おお、何でしょうこれ。これ。これでした。ダイハツのタフトが入っていました。見せてください。はい、これです。はい、これ見せて。タフトでした。はい、次行ってみよう。はい、次フィルムを取ります。取れるかな。なかなか片手で取れません。トレードしてるので取れませんね。よいしょ。取れた。じゃあこっちです。こっちもフィルム開けときましょうか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと手がたくさん出てきましたけど、今フィルムを取っています。これもう少しで取れますよ。あ、フィン、こっち。何が出てきたか？お、やったー！やりましたー。マグロです。金のマグロ出ました。かっこいいですね。新春って書いてます。かっこいい。こんな金の魚が入っていました。さあ、最後の一つです。開けてみましょう。何でしょう。何が入ってた。あー、タフトでした。でも3つ買って1つ欲しいものが入っていたので、よしとしましょう。